どうも、ヒーローゆうきです。カタリストレイナです。今日は北海道キャンピング鑑賞来てます。はい、こちらアクセス札幌です。では東亜モータースさんのブース見ていきましょう。はい、ボーンが後ろにボーンとあります。ボーンと見ていきましょうミリミリランド。はい、こちらね、有名なボーンです。トヨタのカムロードがベースの車両に乗っている、後ろがね仮装されたキャブコンです。で、今回ねブルーみたいなすごいいい色が、ベースの色になってるんですけど、このカラーも選べるようになっています。で、こちらマルチルームにアクセスできるところ、そしてこちらはベッドスペースのラゲッジルームにもアクセスができます。エクスクルーシブタイプですね。はい、クルシブタイプを。で、これはですね、2段ベッドになっています。で、ここから見ると分かりやすいかも、ゆきさん。あそこにちょっとしたね小物入れがあるんですよ、収納、はい、あれがね、こっち下の部分と上の部分にもどっちにもついてるのが嬉しいです。はい、ではここ拝見していきましょうか。はい、はい、こちら東亜モータースさんのボーンエクスクルーシブ R2B です。乗車定員が6名、就寝定員も6名です。ベースの車両がトヨタカメロードガソリンで走ります。ニックです。お値段が862万円です。ニックは4000円と若干変わってます。そうですね。じゃあ中見てみましょう。中拝見してみましょう。ボンエクスクルーシブ、お邪魔します。はい、入ってきました。広いです。はい、入ってすぐが下駄箱です。なんかね、ここら辺はいいですよね。はい、こちらも下にあります。なんかナッツさんの仕様とすごい似てますよね。はい、はい、じゃあ後ろから拝見していこうと思います。さっきね、外から見てた、2段ベッドなんですが、幅がしっかりあるタイプで寝心地がとってもね良さそうです。で、上と下で分かれているんですが、ライトがそれぞれあるのと窓もそれぞれあって、先ほど見た収納のスペースもそれぞれあるタイプです。はい、で、こちらがですね、はい、ジェザンと開けまして、ここにね換気扇が入っているのでダクトが通っていますが、後の部分は収納として使える部分になっています。キッチンです。で、ここね、ライトがあるだけじゃなくしっかり換気もしてくれます。で、こういうね、かわいい、ちょっとした小物入れがあるのも嬉しいです。ででん、あ、これお湯と水も出て二口コンロでシンクもしっかりついています。で、さらに作業台としてこちらのスペースが確保されているのも嬉しいです。でね、ライトもあるので、ここの、ね、下も明るく使えるのがいいのと、電子レンジもついていて、いろんな調理に適応しています。で、ここ開けてあげますと、はい、お水のタンク、正排水タンクがついています。給排水タンクか、正水と排水。はい、で、こちら冷蔵庫です。で、ちゃんと冷凍庫の部分もあります。でね、ちょっとこの絨毯で見えにくいかもしれないんですけど、下のね、ライティングがまたすごい高級感を醸し出してて綺麗です。間接照明ですね。はい、で、あとスイッチコントロールと、あと 100V の電源2つあります。マルチルーム、明るいです。おお。で、外からもアクセスできて、下が防水になってます。はい、はい、そして前が、ここがリビングダイニングです。で、上にですね、大きな収納が2つあって、間接照明もあって、天井には換気のファンもあります。はい、で、あとは、はい、上、あ、こっちね、そう、入り口の上が家庭用のエアコン。そうなんです、そうなんです、スリスリ大事だね。あと、ここに補助の跳ね上げ式のテーブルが、そうすると拡張します。そうですね、キッチン拡張嬉しい。あと椅子、補助椅子もあって、うんうん、補助椅子嬉しいですね、いいですね。前側がバンクベッド、これを引っ張るとススって伸びてきて、結構高さがあって、奥行きもあって、うん、窓も両側あって、で、落下防止のネットもあります。はい、で、あとウォークスルーしやすくなってます。はい、はい、こちらもね、東亜モータースさんのボーンなんですが、後ろから乗っていくリアゲートのタイプのボーンです。あ、こっちはね、かっこいいブルー、紺色っていうかね、すごい映える色です。で、こちらもトヨタのカムロードがベースの車両になっています。こういう感
ちですね、ボン。いろいろあります。さっき拝見したのが、うんうん、R2 B ですね。4タイプ4タイプ、はい、4タイプです。で、今回見るのがボンの DC ですね。後ろから乗っていくパターン、はい、これです。リアエントランスは DC、 はい。DC です。乗車定員が6名で就寝定員も6名です。ベースの車両がトヨタカメロード経由で走ります。 4WD フルタイムでお値段が956万円です。はい、ではね、こちらボーンの DC 後ろから入らせていただきます。おお、後ろがキッチンスペースですね。嬉しい。はい、で入ってすぐのところに家庭用エアコンもちゃんと設置されてます。嬉しい。で、大きめのシンクありまして、いいですか、じゃあ開けちゃいます。はい、ここシンクのタンク、給排水タンクがあります。下駄箱、はい、下駄箱で引き出しになってます。嬉しいな。電子レンジと、そして収納のスペースですかね。で、かなりね、こう台としても広いので使い勝手がいいと思います。で、こちらの下側に、はい、冷蔵庫があります。で、こちらの冷蔵庫もですね、両開きということで、好きな方から便利に開けられます。で、デデン、わー、明るいクローゼットです。ちゃんと電気もついています。で、入ってすぐのところがマルチスペースになってます。防水です、うん、防水ですね。明るいし、あと外からのアクセスもできるようになっています。はい、で入ってくると、こちら側がズドンと長い椅子というかね、なっていて、でさらにこちらに普通のリビングスペースがあるので、本当ぐるーっとみんなで囲んだりとか、ちょっと疲れた時もうここで横になるだけでね、ベッドとして使えます。でさらにサイドにね、これだけの収納スペースがあるのと、ベンチレーターがあって、しっかりね、空気換気をしてくれます。で、私の後ろ側にあるのが、バンクベッドなんですが、グググッとここまで引き出せるようになっていて、高さもしっかりありますし、奥行きもあるので、こう、ね、大人が3人ぐらいこう並んで寝れそうなぐらい広い感じに見えます。で、これをこのバンクベッドしっかり押してあげると、ボックスルームも、ね、しやすいので、でもこのリビングルームたくさん欲しいなという方におすすめのモデルだと思います。はい、ではこちら、トーモーターさんのクライン108の R 拝見していこうと思います。キュンキュンです。はい、エブリィのジョインターボがベースの車両になっています。こちら4人乗車の2人就寝の車です。ガソリンで走る、4WD フルタイムでお値段が300万円です。はい、エブリィジョインターボでできています。ドアだっていうところもいいですね。あ、でここにね、クライン108って書いてあります。で、今ちょうど見やすいようにね、ここが開けてある形になっています。結構深いですね、床下。はい、で冷蔵庫もね、しっかり大きいのが入ってますね。セカンドシートがこれ見ていただくと、ちょっとだけ畳まれてるんですよ。で、ここの部分が収納になってるっていうのがすごいね、いいポイントだと思います。ティッシュボックスもあります。ティッシュボックス素晴らしい。はい、ここがねすごい特徴的で、こちらはですね、収納のスペースとして使えますし、ここがですね、ででん、はい、標準装備の冷凍冷蔵庫の15リットルになっています。結構ねしっかり入りますよ。これも嬉しい。で、これがね、収納できるカウンターで、こちらはですね、イベント展示用テーブルになってますね。でもこれ、あの中でここに吊るして使えるはずだと思うんだけどな。はい、っていう形で、こちらとこちらどっちもね、一緒に使えるようになっています。で、電子レンジ、標準装備の電子レンジと、電装品もね、かなり、ちゃんとしているのと、あとね、セラミックヒーターというヒーターが入っています。よいしょ。で、こんな感じで中からと外からにアクセスできる収納スペースです。で、こちらも標準装備で、15.6 インチテレビモニターがついているそうです。
充実してますね。軽キャンですけど、かなり装備が充実しているところが特徴です。みるみるランド。はい、では RV トラストさん見ていきます。はい、CLH などが並んでおります。はい、こちらね、ハイエースがベースの後ろを仮装してあるタイプのキャブコンです。じゃあこちら、でこれが、はい、まるでホテルのようということで、RV トラストさんの、TR500CLH キャブコンラグジュアリーホテルということです。乗車定員が4名で、就寝定員も4名です。ベースの車両がハイエースロングワゴン GL ガソリンで走ります。 4WD フルタイムで、お値段1031万円です。1000万超えてました。すごいこれはね、本当にね、さっき乗ってらっしゃるという方がね、お声かけいただいたんですが、いいなってすごい思いました。これは素敵ですよね。2人で旅に出るなら、もう超豪華なホテルに泊まりながらの旅になります。あ、いいですか、中行っちゃって。はい、では CLH お邪魔します。あ、涼しい、めちゃめちゃ涼しいです。今 CLH の中はいいっすね、本当ホテルの中って感じがします。もう本当ですよ。いやー、これですよ、これ、このゆったり感、あ、もう超くつろげる。今日一日中立ちっぱなしなので、ここでね、こうやってくつろげるの嬉しいです。でさらに今涼しいのはね、隠されていますが、ここに家庭用エアコンが入っているので、かなり温度が下がっております。でさらにですね、この状態で冷蔵庫が開いて、簡単にね、こう取り出して飲んだり食べたりができます。はい、よいしょ。でここに机があるんですが、これどうやって出すんだっけな。あ、引き出せばよかったんですね。引き出し式のテーブル、はい、引き出し式のテーブルは、はい、こんな感じでここまでね引き出せるので、まあ、引き出さなくてもカウンターとしては使えるんですが、さらに拡張して便利になっています。でここにもね取り付けられるので、しっかりとねテーブルをつけることもできます。よいしょ。でさらにこのね、ライティングと間接照明がすごい素敵なのと、ここもですね、はい、こんな感じで収納が、よいしょ、はい、収納としてね使えます。はい、であとここがマルチルームですね。クローゼットとしても使えるような感じです。でテーブルとかはしごとかこんな感じ収納されてます。はい、であと前の方が、ここがバンクベッドですね。はい、はい、ここにはしごをセットして上で寝ることもできます。うんうん、結構広いですか。広いですね、はい、まあ、そんなにでかいってほどでもないですけど、うんうん、寝れるかなって感じで、あとウォークスルーできるし、ここがちょっとしたキッチンになるのかな。そうですね、シンクがあります。これをこうすると羽根上げて、はい、こんな感じで羽根上げて使うこともできます。はい、であと丸型のシンクがあって、うんうん、電子レンジがあって、うんうん、タンクがあって、でこっち側がここにも収納があります。はい、こういうことですね。あ、ここなんかちょっと靴とか入れとくのいいですね。はい、こちらボレロ V MAX 拝見していきたいと思います。これも高級なキャブコンです。そうですね、はい、こちら RV トラストさんの TR550L ボレロ V MAX です。乗車定員が5名で、就寝定員が4名です。ベースの車両がハイエースロングワゴン GL ガソリンで走ります。 4WD フルタイムで、お値段1485万円。やばい、もう1500万円ぐらいじゃないですか。超高級、超高級キャブコンじゃないですか。あ、で見て見て、外ここからこうやってシャワーとか浴びられちゃうんですね。いいな。でこの中がマルチルームになっています。後ろがね、パカンって、ここパカンって開いてますよ。こんな感じで、ここがねマルチルームのスペースになってるんですよね。であとこっちがラゲッジルームとして使えるようになっています。ではでは、はい、では VMAX 入らせていただきます。あ、そっかそっか、そうでした、そうでしたなんとここ L 字型リビング、すごい素敵高級だって、見てください、カーテンも、カーテン
点がいつも普通こことそっち側じゃないですか、まあ、2枚にはなってる2種類にはなってるけど、この真ん中のこのタプッタプッとしたこのいい感じのやつが素晴らしいですね。高級感を演出してくれてます。でこのまたベッドカバーが高級感を演出してくれてます。でこれ今ね開けてありますけど、ここねシャシャってやってあげると、ここがねこういう感じでプライベートルームになりますね。そうしっかりプライベートルームになるんですよ。これもすごい素敵です。はい。でさらにこの止めたところにデデンと、はい、大きなこんな感じでクローゼットとして使えるスペースがあります。洋服掛けですね。涼しいな。で涼しい、これ家庭用エアコン今すっごい涼しいです。ずっと立って歩いて喋ってるのでめっちゃ癒されます。でここもねダンパー式の、ちょっとした入れ物になっています。でここはね蓋はないんですけど、なんだろう、なんかブランケットとか入れてもいいかなってものと、このライティングがとてもおしゃれです。はい。そしてこちらがさっきね外から見たマルチルームのスペースですね。あーこんな感じ素敵。タオルとかも干せそう。そうですね、お洋服かけられそう。で洗面があってトイレがあってと、でシャワーも浴びられると。でそのシャワーは外でも使えるようになっています。でくるっとひっくり返りますと、こっちが全部キッチンのスペースになってます。でまずは調理台があって、大きなシンクがありまして、お湯と水が出るようになっています。二口コンロもしっかりあって使いやすそうです。で上の方に行きますと、こちらが家庭用の電子レンジがついていて、はい、こちらででん、はい、収納になっています。でねライトここも明るいんですが、こっちにもライトついていて、さらに換気もついています。よし。でじゃあ下の方行きます。こっちからまた行きます。あ、引き出し式なんだ。おお。こっちは、あ、これは扉開閉式のこういう感じですね。でここにガスが入れられるようになっていて、そちらのガスが使えるようになります。収納のスペースですね。しかも明るい。でここが大きな冷蔵庫、嬉しいな。でこっちのスペースが冷凍のスペースです。冷凍庫と冷蔵庫どっちも使います。あとここに拡張式のテーブルもあります。おお、はい、いいですね。はい、はい、でここが L 字のリビングになってます。 L 字ですね。であと上には収納棚が、これが2つあります。あとこの照明器具もね、このデザインがまたおしゃれ、いいですね。でここがバンクベッドになってますね。バンクベッドすっごい大きい、広いですね。大きいですよね、幅が広い。本当幅も広いし高さもしっかりあるし、はい、いいです。であとウォークスルー、すごいね、ここがすっきりしてるのでウォークスルーもしやすくなってますね。でここ下駄箱、はい、入ってすぐのところに下駄箱がありました。はい、こちら RV トラストさんのリラ拝見していこうと思います。ハイエースです。はい、バンコンですね。はい、こちら RV トラストさんの、TR540S リラです。乗車定員が7名、就寝定員が5名です。ベースの車両がハイエーススーパーロングガソリンで走ります。 4WD フルタイムの814万円です。はい、ということでね、走行時割とね5人くらいが前を向いて、走れるということなんですが、今ちょうどベッド展開の仕様になっているのかな。で155センチの人まで乗れますよということで、はい。でここにシンクがあって、上開きの冷蔵庫があります。ここからタンクの出し入れもできます。外からのアクセスがいいのがいいですね。あ、ゆきさん、そこから見てもらっていいですか。あれ、ちゃぶ台形式にもできるテーブルで、しかも展開した時に長くも使えるテーブルっていうことですね。街乗りでも快適なサイズ感。はい、メルメルランド。はい、こちらチョイキャン。はい、ケイキャン拝見していきます。こうやって後ろにね、こんな風に全室みたいにして使えると、テントですね、かなりいい感じの
空間になります。そして今はフルフラットの状態になっています。チョイキャンさんの豊かかな、はい、ベースの車両がエブリィですね。現車販売と書いてあります。はい、こちらスズキのエブリィです。あ、すみません、チョイキャンさんの豊かスズキバージョンということで、乗車店員が4名、就寝店員が2名です。ベースの車両がスズキのエブリィワゴンです。ガソリンで走ります。 4WD でお値段318万円です。ちょうどね、この下のところに、セカンドシートがすっぽりと収まっています。でね、フルフラットで寝れるようになっています。またね、ここにね、見てもらって分かります？穴開いてるんですよ。だからあの長物を入れて釣り道具とかね、入れたりとか、なんかフックで引っ掛けて物をかけたりとかもできます。ミカの職人さんたちが作ってくれてるいいね、家具がちゃんと取り付けてあります。で、ここら辺をちょっと今カバーされてるので、あれ床下収納、はい、開けると床下収納が出てきます。はい、で家具がね、しっかり取り付けられているので、収納スペースもバッチリです。はい、はい、そしてこちらアトレーですね。アトレーのタイプのこちらダイハツ、あ、アトレーのチョイキャン豊かです。はい、チョイキャン豊かダイハツバージョンということで、乗車店員が4名で、就寝店員は2名です。ベースの車両がアトレー RS、 ガソリンで走ります。ニックでお値段367万円です。はい、あ、やっぱりアトレーの方がちょっとお値段高いですね。ベースの車両が高いということだと思います。でね、またちょっと違うのが、さっきね、ここが1枚だったんですよ。だけどこっちのアトレーのバージョンになってくると、分割ですね、はい、されている上にこの背もたれ形式になっているということでね、それがリクライニング、そう、リクライニングになって、しっかり背もたれを倒した状態で、あちらのちょっと見えるかな、はい、フリップダウンモニターがそこにあることによって、はい、ここで寝ながらフリップダウンモニターを見れるというね、素晴らしいちゃんと設計になっております。で、ここのね、あの家具はついてるんですけど、全然邪魔にはならないですし、色もね、すごく優しくていい感じです。で、電子レンジがここにあって、真ん中でこのようにテーブルとして使えて、はい、で床下収納が高いんですよね。そうなんです、こちらはね、なので荷物がたくさん、こっちは電装、こっちで反対側が床下収納、荷物がたくさん積めるようになってます、はい、なってますね。こんな感じでリクライニングして、はい、テレビを見ることができます。みるみるランド、はい、こちらダイレクトカーズさんのブースにやってまいりました。3車種ございますので、1個ずつ見ていきましょう。ダイレクトカーズ、はい、で一番最初に出てきているのが、アマホの男の子バージョンですね。アマホ2です。でこちらはですね、はい、アマホ2は乗車定員が4名で、就寝定員は3名以上です。ベースの車両がハイゼットトラックスタンダードで、ガソリンで走ります。 4WD フルタイムの497万円です。はい、はい、こちらはですね、ちょっと男性を意識した男の子仕様になっています。もうね、この上がパッカンと開いた上に開放型ポップアップルーフ、はい、このポップアップルーフはね、ダイレクトカーズさんだけのね、すごい画期的なものです。で、室内はこんな感じになってます。で、迷彩柄といい、あとね、自転車をこうがっつり乗っけられるようなデザインといい、非常にアクティブに使えるように設計されています。後ろのパカって大きく開いてます。そう、ここがね、大きく開くのがいいですよね。はい、でね、ちゃんとね、電源も取れますし、こんな風に自転車を積み込んでいくこともできるようになっています。で、電気もしっかり使えますので、そこら辺もね、バッチリなんですが、こうやってちょっとしたね、シャワーも外でも使えるようになっています。じゃあこちら行ってみましょう。トリップのログベースですね。はい、ログベース
こちらのキャブコンはなんとキャブコンなのにフルに、ペイントしてあるっていうところが非常に貴重だと思います。でさらにログベースというだけあって中がですね全部木でできているのも大きな特徴になっています。はい、こちらトリップログベースです。乗車点が7名で就寝点が6名です。ベースの車両がトヨタカムロードダブルタイヤで軽油で走ります。 4WD フルタイムでミッションです。お値段が1524万円です。でこれが新オプションフランスベッド、すごい。これですね。これですか。あ、ここわざと開けてあってこのスプリングとでこうコクションになってて、なるほどね、寝心地いいんですよということですね。すごい。では中見てみましょう。はい、では6ベース拝見していきたいと思います。おー、やっぱりいい6ベース。板張り。いや本当に全体がね木でできていてほっこりできる。はい、素晴らしい。そして間接照明も入ってます。そうですね。で間接照明もこのウッドベースなのでさらに柔らかい光になっているのが素敵です。ではこちらのベッドスペースから紹介していきたいと思います。今ねベッドスペースの一番奥にあるのがクールスターでここからね涼しい風が出てくるようになります。そうするとねこの中が、すごい涼しい状態で夏も使えるようになります。でさらにねこの脇が全部収納になっています。1個だけ開けてみたいと思いますが、すごいですね。この大きさ 1,2,3,4,5,6 箇所もあってかなりね物を収納することができます。で中もねしっかり板が張ってあるので雰囲気がねいいままの状態でこう使えるようになっています。で結構大きめの窓がねこの両側についているので明かり取りとしてもバッチリですし景色を見るという点においてもかなり優れていると思います。でここにあるカウンターでちょっとしたこういう小物入れあのお菓子とか入れてもいいですし本とか入れてもいいかなと思います。ここで、ね、飲んだりしてもいいです。でさらに私の奥よいしょ。はい、でここがですね、はい、シャワールームです。明るいですね、うん、シャワー、そして下が防水になってます。トイレルームとしても使えます。はい、でキッチン。はい、こちらキッチンです。キッチンもねここ開けてみますとおー入ってる、はい、こんな風にねいろんなものを詰め込めるのがいいところです。でここ換気になっているのとライトがね今消えてますがこうやってあげるとつくのでかなり下明るく作業ができるようになっています。でシンクと2つ口コンロがついていてこんな風に作業台もあります。で調味料とかねこちら辺入れてもいいですしとここはね引き出しとして使えるようになっています。でここがはい、よいしょ、こんな感じで2つ段になった収納のスペースです。でさらにこちらがガスとかガスとあとお湯を沸かすやつですね。ボイラー。はい、でここはね今ねスリッパが入ってますがいろんな小物を入れてもいいかと思います。でお湯を沸かしておいて、はい、じゃあこちら側行きたいと思います。リビングスペース、まずここがねすっごい広くって、でカップホルダーが 1,2,3,4 つついています。でこちら側見えますと電子レンジで、こちらが上と下がねセパレートタイプの冷蔵庫と冷凍庫がねはいある形になっています。でこのモニターがねすごく大きなモニターがあるんですが、これがバンクベッドの下の部分になっています。でこのモニターパタンと下ろしてあげるとここねバンクベッドになってゆったりと大人が眠れるスペースができます。でここウォークスルーもすごくしやすいですし非常にね広く取られていて、こちらの上の部分はですね開放できるようになっていますので空も見えますし風も取り入れることができます。雰囲気ですね、うん、はい、でこちら、江ノ島です。この江ノ島もねすごいかっこいいんですよ。でさらに全部塗ってあるのでこのね塗装も凝っていると思います。大
リフトカーズさんの江ノ島です。乗車定員が8名で就寝定員は7名です。ベースの車両はトヨタカムロードダブルタイヤです。ディーゼルで動きまして4駆のフルタイムです。お値段は1098万円です。1000万超え来ました。来ました。でなんとね、この江ノ島も後ろがパックンと大きく開くのがすごい特徴です。でさらにこのサイドまで、ね、開いちゃうっていうところがすごいですね。でまたさらに向こう側は大きな窓がついていて、リビングルームが開放的に使えるようになっています。こんな風に、ね、ラゲッジ入れてあげてワンちゃんとの旅を楽しんでもいいと思います。で今上はですね上がってるんですが、こうプルダウンしてきてベッドにもなるようになっています。もうね、ここのスペースが広いっていうのが開放感ありますね。すごい江ノ島の特徴ですね。江ノ島が似合うキャブコンです。はい、これで海に行きたいです。